出るじゃん。星7なんだよね、欲しいのは。星7じゃん。え、ちょろくね。ちょろ、夏休みガチャ簡単じゃん。2回どうも、皆さんこんにちは。はい、ガチャガチャ、夏休みガチャパート2。前回が、水メタですね、星7キャラだと水メタが出たので、まあただ星7キャラが結構多いんで、でさらに言うと星8のね、バルキリークレールもいるぐらいなんですが、まあクレールは一応30万ポイントで交換はできるんですけど、まあでもねやっぱり引きたいよね、うん、よく言えば俺のね髪も夏休み仕様です。よいしょ。たまにはね休ませないと。前回が10回引いて金が3で、星、ただまあ星7一体の星5が2体だったからね。星7どんくらい出てんのか。やべ、ちょっと待って待って、おかしい、何かおかしい。ステイステイからのヒット。ちょっと待って、マジでなんだ、ここまで何の見応えもないぞ。今4回引いたよね。いやマジ頼む。よし、まず金出ようぜ。マジでマジで、何これ、せめて銀ならアルビダ出ろや、頼むわ。無欲。勝ってしまった。俺ここ撮影ブースだろ、俺発狂してるぜ普通。クレール出たわ、ありがとうございました、ありがとうございます、ほんとありがとうございます。やったぜくまモン、こっちか。じゃあ勝ちました。え、何回目これ、え、16回で星、え、クレール引いたぜ。え、だって俺、え、俺もう水着ガチャに愛されてんじゃねえの。だって光、え、水メタとあれでしょ。オッケー。いやもうめっちゃ気が楽になった、めっちゃ気が楽になった。いやもう皆さんちょっと行きましょう次。はい、いやもういいんすよ、銀がね出ようがなんだろうが、もうクレール出たんで大丈夫っす、もう大丈夫っす、僕の心は救われました。はい、何回で、あと今何回引いた、24、7回引いたのかな、1234、まあいいや、はい、7回もまだ引いてない、え、6回、まあいいや、はい、ドン。待って、まさかの金1銀9が見える。どっからだっけ、どっからかわかんねえんだよな。このこスタートこれなんだよね、パート1ので、パート1の俺がここかで、パート2のスタートがこれだから、今8回引いてんだね。 OK、 あと2回、あと2連続で金が出れば、もう幸せな。ちょっと待って、クレールの代償として銀が9個出るってやつ、え、待って、やだよそんなの。こうやって調整するんですよ。ヒット、くっそマジ
ジかよ、これクロエルの呪いか。ミニサクヤが出たんで、おそらく、銀枠はコンプしました。これでこの20連で、いやもうこれだね。ありがとうございます。星キャラだ、これ星8だからね。8だよ、クレール。属性強化2の2体攻撃2個で、なおかつ攻撃耐性、封印耐性持ちのスキブ1個も、もう無駄がない、無駄がない。そしてデザインにも無駄がない、無駄のないボディ、そしてデザイン、スキル、覚醒、究極進化、できるね、しちゃおうよ、もう日焼けさせちゃおうよ。はい、俺ちょうどこれ3体取ってたんだよ。はい、おお、日焼けした。若干ギャル臭が出たのかな。でもなんかギャル臭っていうより、どっちかっていうとなんかその何、この悪魔っぽさが出たね、肌の褐色になって。え、これ究極してどうなった。え、もしかしてデザインが変わるだけ。性能は、ちょっと待ってね、図鑑で見るわ。新、あれ、え、これ2317じゃないの。あ、これか。え、回復タイプ、あ、攻撃タイ、回復タイプが攻撃タイプになるんだ。なるほどね、攻撃悪魔になるのね。オッケーオッケーです。はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。とりあえずパート2でもう私完全勝利。いやまあね、金は1個しか出なかったけど、この夏休みガチャという概念にはもう勝利したので、パート3楽しんで引いていきたいなと思います。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。